みなさん、こんにちは。デチマクッキングのチャオです。今年もあっという間の1年でした。2022年も応援とご視聴ありがとうございました。今年の最後の締めの動画として、正月に食べる鏡餅を中華風の焼き方と2種類の味付けでアレンジしました。来年もこのチャンネルでお待ちしております。丸餅を10個用意してください。ボウルに砂糖大さじ2、いりごま大さじ 1.5、と塩ひとつまみを入れて、よく混ぜ合わせたら、甘い方の調味料が完成です。そして別のボウルに細引き唐辛子大さじ 1.5、クミンパウダー大さじ1/4、と塩小さじ 0.5 を入れて、混ぜ合わせたら、辛い方の調味料が完成です。ここでクミンパウダーはお好みで加減してください。中火で熱した鍋に油を大さじ3ぐらい引いて熱してください。丸餅を間隔を空けるように鍋に並べてください。量が多い場合は2、3回に分けて焼いてください。弱火に変えてじっくり焼いて、餅の底の周りに小さな泡がいっぱい出てきたら、ひっくり返して焼き続けてください。餅の縁の部分にも油をなじむようくるくると回してください。均一に加熱するよう時々置く箸を動かせてひっくり返しながら焼いていきましょう。両面に焼き色がつき、ぷくっと膨らんできて中が柔らかくなったら、火を止めて取り出してください。焼き上がった餅を熱いうちに調味料でまんべんなくまぶしてください。油をひいて弱火でじっくりと焼いた餅は香ばしい香りで、外側がカリカリ、中はもちもち柔らかいです。甘みと辛みの2種類の調味料でおやつにもなりますし、おつまみにもなります。正月に余ったお餅でぜひアレンジに挑戦してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。